はい、こんにちは。札幌占い病院さん、相馬の後藤です。今日は、ピールメッシュの、まあ、ブリーチを使わないのがピールメッシュだったんですが、ピールメッシュプラスブリーチを多少使って最小限のダメージで、まあ、デザインを作っていきたいなというふうに思っているので、そんな感じにしたいと思います。で、モデルさんの要望としても、仕事上あんまり派手にできないということなので、まあ、ほぼ今バージンの状態で、この状態にピールメッシュ入れるんですけれども、根元の方は全く染めてないですよね。はい、そうですね。毛先はなんか残ってるの。そうですね。うん、はい。ということで、やり方としてはピールメッシュプラスバレイヤージュっていう形で、これもワンプロセスでやるので1時間以内で終わらせ、はい、1時間で、やっていきますので、まずちょっとやり方を説明したいと思います。いきなりシャンプー台からスタートなので、はい、では乾かしていくんですけど、ヘナウォーターまずちょっとつけます。で、ヘナウォーターつけて、ヘナジェルをつけて乾かしてからやっていきますね。まあ、理由としては、ヘナのね、トリートメント成分のローソンだったりとか、あとキトサンが入ってるので髪の毛をこう守ってくれたりとか、あと天然のオイルがあるので、で、このジェルをつけていきます。で、これこうやってやるとちょっと白っぽく泡立つんですけど、これシャンプーとかじゃなくて、これはイオンコンプレックスを起こしている状態なので、特に気にしないでください。まあ、僕は結構最近こうやって乾かします。早いんです。